はいどうも、お願いします。セカンドです。セカンドチャンネルなんです。え、行きましょう。えい、これ静岡県行ってたの昨日で、うん、らしいね。え、食のあれすごくなってない？二の岡フルーツってところにね、うん、お肉がすごい売ってるの。そういうこと？お土産ってこと？そう。あ、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあ今だ、VTR 流れるの。セカンドと一緒に食うためにハム、ベーコン、ソーセージ二の岡フルーツさんに来ました。せっかくだからちょっと買っていこうと思います。ボロニアソーセージ、ベーコン、ロースハム、ベーコン油を、トンタンスモークのあって、めちゃめちゃ買いますね。めっちゃ美味しそうじゃない？いや、全部美味しそうです。で、それがこれなの。はいはいはい、楽しんでちゃんと甘な。わぁ、ちょっとテンション上がんな。いや、ちょっといいっすか。お前これ、ちょっとも食ってない？食ってないの。あっちでも食ってない。精肉店だから、うん、行列なの、普段で、朝っぱら行って、そう、朝行って帰ってきたらすぐ。はいはいはい、あぶねえよ。うまそう。いいね、いいね。あー、美味しそう。めちゃめちゃうまそうじゃない？いいや、このまま行こう。え、いや、本当に、今妥協がすごかった、最後。じゃあいただきます。はい、ベーコン好き？お、ベーコンめっちゃ好き。あ、じゃあもう完璧だと。うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。味めっちゃついてる。美味しい。すげえな、これ美味しい。うん、なんでこっちを最初に出したかっていうと、油多いベーコン。はぁ、うわ、これはすごいぞ。食べやすさで言ったんだ。うん、食べやすさで、味わい方的に油多い方先に食べないと。今お腹どんくらい？いや、俺朝から食ってなかったから。おい、まだいける？じゃあ行きますか。え、さっきのやつはどこ行ったの？お前忘れてたでしょ、今絶対。うるさいな、なんか油行って忘れてた。うちの母さんだったら言うわ、鶏だって。うるせえ、そいつ。こちらですね、次。いや、今俺ソファにトンタンと座ってて。このままでもうまそうけどね。うん、いいよ。俺ハム好きなんだわ。なるほどね。火通した方が何でもうまいんだけどな。どう？うまい？いや、これこっちのやつだわ。いや、当たり前だろ。わかる？このフライパンがこうなってる時の幸せさ。これもうこの音よ。あ、これ多分寝れるな。いや、ベーコン、うん、さっきよりやっぱ締まってる感じする。肉の油の量がさっきより少ない気がする。あ、だよね。うん、うん、面白い。ボロニアソーセージ一番人気らしいです。ハードディスクみたい。動画から一回離れて。これ美味しいな、絶対。いってえし。このハムいってえわ。うまっ。これじゃね？めちゃくちゃうまい。甘い。うんまっ。海外の朝食みたいな感じだね。いや、これ超うまいぞ。あっちねえ、バシャってやんないの。お前こいつやばいって。ねえ、バシャ待って。お前ふざけてんじゃん、もう。なんでこうやってやんの。いや、なんか俺だけやられるの違うな。なんでだよ。このなんか特有の甘さみたいなのあるね、なんかね。うん、ソーセージだね。ハムじゃないね、やっぱり。じゃあ、ハムいきますか。ハムもあんの？ロースハムもあります、200g。油の手で触ってやったわ。もう見えないですね、白くて。それは見せ方だ。ほら、見て見て。そいつが白いわけじゃないよ。で、こいつが白くて、何も見えないでしょ、みんな。うまいな、これ。これうまいよね。これがハムだわ。これハムだね、正統派。うめえ、ハム。うまい。食いながら寝てんじゃん。俺お腹いっぱいになると目つぶっちゃうんだ、ちょっと辛いから。どうやって食うんだろう、これ。調べるの違うな、ここで。動画見て。なんか知ってんじゃない？
ってるわけないじゃん。うわ、俺、本当にお腹いっぱいになってるわ。うわ、これちょっとすごいよ。いや、これはすごいな。見たことないな、このタン。うわ、これテンション上がるわ。はい、おいしい。これはうまいわ。本当は蓋とかするといいのかな。うわ、やばい。うわ、やったわ、やったわ。やばいね。どうすんの。やばいやばいやばい、マジで。お前マジでやったわ。お前マジでやった。これが本当ですね。いや、お前冷静にやんなよ。ちょっと寒いから閉めて。いや、バカじゃない。お前や